どうやらフレミネ君の容態は落ち着いたようだ。もちろん。じゃなきゃ医務室を離れたりしないのよ。で、そっちの二人が来るのは想定してたんだが、看護師長は何しに？クロリンデさんの様子を見に来たの。具合はどう？ああ、特に問題はない。できれば一度診察させて。すぐ終わるから。この後数分だけ時間をもらってもいい？わかった。感謝する。じゃあ私は先に。そろそろ弁解してくれるよな。弁解？その言い方は気に入らないな。説明ってことでどうだい？だがどこから話したものか。うん。あんたらが最も知りたいことからにしよう。さあ、質問してくれ。おう。じゃあ聞かせてもらうぞ。お前は最初からリネたちの目的を知ってたのか？いや。彼らがファデュイに所属し、召使いの命令でメロピデ要塞に潜入したことしか知らなかった。具体的な目的は、あんたらの行動が進むにつれて見えてきたんだ。目的も知らなかったのに、わざわざ警戒してたのか？彼らが現れた理由は決していいもんじゃない。俺はこういうのに鼻が利いてな。最初は、講師がなぜ失踪したのか調べるのが目的だと思ってたからな。リネ君は、俺が彼を逃がしたと考えていたようだが、俺らは彼の行動を止めもしなければ、容認もしていなかったというのが正しい。講師はおのずと協力者を見つけて、自然と離れていったのさ。スネージナヤの執行官が、フォンテーヌで失踪したとなれば、きっと召使いはそれをネタにするだろう。俺も、あの執行官がどこに行ったのかちょうど気になっていた。どっちみち調べる必要があるのなら、ファデュイの人間に調べてもらった方が得だろ。俺は、ジョフノリってわけか。別に構わないだろう。ま、その後の状況が変わったのは少し残念だったが、おそらく、フレミネ君からも聞いてるはずだ。禁域こそが、リネ君の元々の調査目的。ここに来てからあんたらもそれに巻き込まれることになった。だから、あんたらの身の安全と、メロピデ要塞のトラブルを未然に防ぐため、俺も手を出し始めたってわけさ。お前が昔、犯罪者だったって噂は本当なのか？何を言ってる？俺はメロピデ要塞の管理者であって、ずっとここにいる。服役するのと何ら変わりないだろう。ただここの者たちが、俺に服従してるだけだ。そういえば、クロリンデは誰が呼んだんだ？もちろん、俺だ。金を出して、彼女にメロピデ要塞まで出張に来てもらった。クロリンデさんは血統代理人。つまり、第三の勢力だ。今後起こりうる危機をどうにかするには、ずば抜けた実力を持った助っ人が必要だったんでな。例えば、フレミネを助ける、とかか？あ、そう理解してくれていい。フレミネ君は確かに優秀だ。あんなに劣悪な条件じゃなければ、今頃失踪した人に追いついてただろう。それはあんたには関係ない。ヌビレットさんの依頼も、講師の行方をつかむことだけだったはずだ。俺は、
金域が講師の失踪と関係ないことだけを証明すればいい。これに関しちゃフレミネ君はまさにその証人だろう。けどオイラたちの調査はもう医務室まで進んでたんだ。それにお前もさっきあれこれ質問しただろ。なのにオイラたちの最後の質問にはまだ答えてないぞ。おっと悪い、そんなに答えが気になっていたとは。そりゃそうだろう。たとえ目を背けたくなるような真実であってもか。ついてこい。地下室まであるぞ。よくこんなの隠してたな。ここはメロピデ要塞だ。それを忘れてもらっちゃ困る。真ん中の円盤に立ってくれ。まさか何か秘密の仕掛けがあるのか。うわ、ここが金域か？こんな奥まったところに隠してあるのに、見た感じ特別なところはないな。すごいでかい扉だぞ。これと似た扉が合計で3つある。通常であれば誰も足を踏み入れられない区域だ。俺以外はな。その名の通り、まさに金域ってわけさ。だがあんたらはきっとここの情報をファデュイの子たちにも共有するんだろうな。まあ確かに隠そうとは思ってないけど。そうすべきかどうかはここを見てから決めるといい。下がっていろ。おお、一つ一つ上がっていったぞ。近づいてみるといい。メロピデ要塞の管理を引き受けてから俺はずっと不思議に思っていた。このゲートの裏には一体何があるのか。もちろん考えなしに開けるのは賢明な行動じゃない。だがこの裏に隠された謎を解き明かさないのはリスクを放置してるのと同じだ。ここが俺の管理下になってから今までこのゲートのメーターが動いたことはなかった。それがここ1年でその針が静かに回り始めてる。おそらく何らかのデータにわずかな変化が生じたんだろう。普段なら見逃してたが、その時はちょうど暇だったんでな。少しばかり時間をかけて調べてみた。あんたらはこれが何のデータだと思う？ああ、合理的な推測だ。俺もそう考えていた。だがな、そんなありきたりなもんじゃない。温度は気候の変化によって簡単に変わるもんだ。つまり温度よりも水圧の方が可能性は高い。だから俺は試しに外部から圧力を加えてみた。だがそれに変化はなかった。そこで俺は別の可能性に思い至った。原始大海の水と関係があるんじゃないかってな。その予想をもとに俺はある準備を始めた。このメーターの針はここ2日でまた動き始めてる。
そしてあの潜水士が帰ってきた時の症状を見て俺は確信した。これは原始大海の水の濃度を測るものだとな。濃度？でもここって海底だぞ。問題はそこだ。俺たちは海底にいるが、海水は静かに変化しつつある。大海の水が混ざり、その濃度が徐々に上がってきてるんだ。ああ、その可能性が高い。でもオイラたち、いや、ヌビレットたちだって原始大海がどこにあるのか知らないんだぞ。一体、大海の水はどこから。あ、どうやら気づいたようだ。まさに、その通りさ。このゲートの向こうには原始大海があると俺は考えてる。何らかの理由でゲートの裏に存在する大海の水が大幅に上昇してるんだろう。で、俺らのところまで迫りつつある。現在メーターは赤だ。ゲートはまだ存在しちゃいるが、大海の水の一部が海底から漏れ出て海水に混ざり始めてる。このままだといずれ下の水をせき止めることができなくなるだろう。ああ、大海の水は原始大海に由来するものだとフォンテーヌの伝説では語られてる。もしここが決壊すれば、フォンテーヌに住む奴らは全員。でも妙じゃないか。なんでメロピデ要塞は原始大海のゲートの真上に建てられたんだ。ここって誰が作ったんだろう。その顔を見るに難しく考えてるようだな。だが実際のところ、事実はあんたが想像してるもんより単純かもしれない。俺がこのことに気づくまで、金域の秘密を知る者はフォンテーヌにいなかった。ただそれだけだ。メロピデ要塞には本当の意味での創設者がいない。今から話す噂も昔ここに集まった奴らが残したもんだ。先代水神のエゲリアがまだその座にいた頃、罪を犯したフォンテーヌ人は追放されるのが慣例だった。人々は狼の群れから仲間を駆逐するかのように犯罪者を追い出した。犯罪者は何の同情も得られない。これが普通だ。荒れ果てた海辺に追放され、苦難や寒さ、痛みを味わうことになる。だが一部の人間は悔い改め、天に祈りながら自分にできることはないかと水神に聞いた。水神は彼らの渇望に憐れみを覚え、こう言ったらしい。海の底で私の秘密を守ってくれと。彼らは水神の力を借り、海の底に集った。そして協力して築き上げたのがこの要塞だ。彼らはここに住み着き、徐々に多くの人を受け入れていった。追放者が増えていくにつれ、より多くの者が彼らと同じ道を歩んだ。そして最初のメンバーたちは死ぬ前に、当時まだ完成していなかったメロピデ要塞を他の追放者に託したという。先代水神は遠く離れたところから力を貸し、そのおかげもあって追放者たちの要塞はより大きなものとなった。海の底にあり、太陽から遠く離れたメロピデ要塞。そこは、だからここの人間はメロピデ要塞を監獄とは呼ばない。彼らは信じてるんだ。自分たちは今罪を償っている。その償いを終えたら再び自由になれるとな。だが後にそいつらは気づく。メロピデ要塞は孤独の地なのだと。彼らはここの生活に染まっていき、水の上の世界とは徐々に疎遠になっていった。刑期を終えた後、ここを去らずに残る者もいる。
残ったものはこの地で感触につくと、その枯れた魂が太古の秘密と共に消えていくことに身を任せた。数百年が過ぎ、メロピデ要塞が何のために建造されたのかを知る者はもう少ない。ここは遥か昔から存在し、犯罪者が流れ着く場所だと人々はそうとだけ考えてる。たまに年を取った研究者が罪を犯し、ここで余生を過ごすことがある。俺はある年老いた歴史学者からこういった話を聞いてきた。だが他の奴はこの話をあの学者の妄想だと思ってる。でもお前は確信してるんだな、その話は全て真実だってことを。ああ、もしいつかこのゲートが決壊すれば、あの予言のように全ての人が水に溶けるだろう。どちらかといえば俺はそれほど信じちゃいない。だが残念ながら全てのことが予言の内容と重なってる。予言ってのは厄介なもんだ。耳にしただけで一度目の恐怖を叩きつけられる。そしてその兆しが現れれば二度目の恐怖を、それが現実となれば三度目だ。場所を変えよう。あるものを見せてやる。ここだ。公爵、ちょうどいいところにいらっしゃいました。最新のデータはすでに。待ってください、ジュリエ。他の人が。あれ、ジュリエとルールビー。慌てるな、この二人はもう俺らの計画を知ってる。なんですって。誰にも計画を漏らしてはいけないとおっしゃっていましたよね。そうですよ。それにこの人たちは信用できるんですか？結果はもう目に見えてるだろう。この二人はあんたらが思ってる以上に情報を知ってる。わかりました。あなたがそこまでおっしゃるのなら。そうですね。二人から悪意は感じませんし、多分信じてもいいのでしょう。さて、改めて紹介しよう。こいつはジュリエ君。フォンテーヌ科学院で最高位の研究員の一人だ。昔はエドウィン君の元で働いてた。あんたら、エドウィン君のことは知ってるか？エドウィン君は爆発でフォンテーヌ科学院を丸ごと吹き飛ばした男だ。彼は頭のネジが抜けてることで有名だけど、ま、君はこの国の人間じゃないし、知らなくてもおかしくないだろう。彼の専攻はアルケウムと重力機械だ。ジュリエ君はその助手で、関連技術が頭に入ってる。俺はジュリエ君を技術顧問として雇ってるんだ。まさかメロピデ要塞を吹っ飛ばすつもりか？ほう、そりゃ魅力的な言葉だな。つい想像したくなる。僕もちょっと心が動きかけたかも。皆さん、変なことを考えないように。この真面目なのがルールビさん。同じく俺が雇った技術顧問だ。偶然にもジュリエ君はエドウィン君の助手で、そして彼女はもともとジュリエ君の助手だった。そんなことってあるか？見ろ、やっぱりみんなそれを聞く。あんたら、実は仕事を理由に相引きしたいだけなんじゃないか？公爵、相引きだなんてありえません！そうです！僕が土地狂わない限り！ああ、わかった。今のは聞かなかったことにしてくれ。さ、二人ともついてこい。
そう褒めるな。メロピデ要塞に対していらん自負が生まれてくる。だって本当にすごいと思ったから。ではもう少し手品を披露しよう。これって船か？かなりでかいぞ。それにここって見たことない生産エリアだよな。一体どうなってるんだ？あんたらはフォンテーヌの歴史についてどれくらい知ってる？あまりよく知らないな。となるとレムリアの物語も知らないだろうな。ざっくり話そう。古代フォンテーヌはレムリア王朝の統治を受けていた。言い伝えによると、レムリアの帝王レムスは典型を受け、金の鉢に化身した預言者シビラを訪ねた。レムスは金の鉢と大戦フォルトゥナ号と共に海上に自分の国を建てたという。彼はその国をレムリアと名付け、フォルトゥナ号に乗って新たな島や部落を探し回った。そしてその物語にも船が出てくるんだな。ああ、水と関連する場所なら船は必ず出てくるもんだ。人々は船が希望へと導いてくれると信じてる。じゃあお前も信じてるのか？俺は半々ってところだ。だがあんたも知っての通り、俺は工場一つを動かせるほどの材料と技術、人材を持ってる。試してみても損はないさ。あのゲートの下に大会があるかもしれないと思い至った時から、俺はこの考えを持つようになった。つまりその伝説のフォルトナ号に影響されたってことか？天才を目前にしてフォンテーヌ人にはこういった手段が必要だからな。もしここの囚人どもがこの巨大な船の裏にある真実を知ったらどうなると思う？本物の災いが訪れる前にメロピデ要塞で暴動が起きて壊滅するだろう。管理者である俺がそんな考えなしの行動など認めるはずもない。さて、随分と会話も弾んだことだ。お茶を3杯は飲まないとな。他に聞きたいことはあるか？どうやらないようだ。では外まで送るとしよう。さて、見送りはここまでにしよう。あ、ありがとな。礼はいい。だが覚えておけ。情報を共有するかどうかはあんた次第だ。これからあんたが取る行動はあいつらに影響を及ぼす可能性が高い。これからの展開を楽しませてもらうとしよう。